11月1日は、グレゴリオ歴で、初めから305日目にあたり、年末まで、あと60日ある。システィーナ礼拝堂の天井が公開。1508年から足掛け4年ほどかかった、豊臣秀吉が、北のお茶の湯を開催。参加者が振るわず、わずか1日で終了約6万人が、犠牲になった、リスボン大地震。 復興を成し遂げた最小セバスティアン・デカルバーリョは、啓蒙先制政治を引くイギリスによる、アメリカ植民地への飲酒税。アメリカ独立戦争の一員トルコ、スルタン製の廃止。ドルマバフチェ宮殿を去る、メフメト六世山手線が、環状運転を開始。画像は、上野駅に侵入する、外回り電車特急、アジア運転開始。IB 作戦。 目標のエルゲラブ島が完全に破壊されるマーストリヒト条約発行。欧州連合が正式発足ユリカモメカイツーイタリア、新古典主義を代表する彫刻家アントニオカノーバ誕生。画像はアモルの接吻でよみがえるプシュケチャコ戦争の朝廷でノーベル平和賞を受賞したアルゼンチンの学者にして政治家カルロス・サーベドラ・ラマス誕生大陸移動説を提唱した。 ドイツの気象学者、アルフレート・ベーゲナー誕生日本の交互自由史を確立した詩人、萩原作太郎誕生オーストリアの作家、ヘルマン・ブロフホ誕生。代表作は、ウェルギリウスの詩著書、オリエンタリズムでポストコロニアル理論を打ち立てた、パレスチナ系アメリカ人の文学批評家、エドワード・サイード誕生イタリア出身のベルギー人歌手、サルバトール・アダモ誕生。代表曲、 雪が降るは、日本でもヒットした、福原愛誕生、田中雅宏誕生マニエリスム芸術の巨匠たる、建築家にして、画家、ジュリオロマーの没。画像の、巨人のマカベガガーパラッツォデルテは設計、建築、装飾すべてを手がけたスペインハップスブルク朝最後の王、カルロスに聖墓地。病弱で知的障害もあり、黄金時代の終焉を象徴した、徳川吉宗に対抗して、 解放政策を行った第七代終わり藩主、徳川宗春没。1739年から約25年間、隠居禁止身の身であった、大ミキサブルを橋本さない安政の大国により、軽視した、思想家たち自由民権運動の論客、バ,バタツイ亡命先のアメリカ合衆国で隠しギリシャ首相を3期、務めた、ゲオルギオスパパンドレウ、クーデターによって、自宅軟禁中に死去。 息子アンドレアス、孫のジョルゴスも、首相となる映画、戦争と平和を手掛けたアメリカ合衆国の映画監督、キングビダーボツ、七人の侍、林田平八役など、黒沢明作品の常連俳優、千秋実骨。ありがとうございます。